何これ、山田3失点と役割果たせず、お、オリックス負けたんかと思ったら、山田が今季初勝利ってなんだこれ。は？役割果たせてないやつがなんで今季初勝利してんの？は？何対何で勝ったんだよ、じゃあ。全然負けんやん、こいつら。なんなん？強すぎる、マジで、オリックス。いや、俺らも相当強いけど。強すぎるだろ、マジで。でも、絶好調で、まぁ、ちょっと多分、プラス5かプラス10かにはなるから、清宮は多分、実質ミートいいぐらいなってんだよな。だから、まあ監督が見てる元ならね、多分彼ら打ってくれると思うんで、4番清宮、交互期待、行きましょう。おおほほ、よく見たな。こいつら、なんで、待て。なめすぎし、なんだ、清宮安だって。目が覚めたわ。対左 F。びっくりしたわ、ミート F2 人続いて、3番、4番で。なんだ、これ。目覚めたわ。なんだ、安田清宮が。やっぱ3番安田で4番清宮だな。なんだ。目覚めたわ。バカじゃん。普通に。変なやつに催眠かけられてたな、これ。何か欲張るな、こいつは。本当欲張る。固執するな、自分の過去の栄光に。一塁打何がかっこ悪いん？ホームラン何がかっこいいんですか？一塁打でいいやん。バッターボックスには指名打者のオグレディ。ヒットでいいじゃん。三振を取りました。イチローってかっこいいじゃん。そこじゃねえの？なんで欲張っちゃうの？ダウイチロークラスが、相手の守備位置とか見て、セーフティーバント試みたりとかさ、そんな工夫してさ、頑張って生き残ってんのにさ、なぜ清宮がフリーバッティングに許されると思う？